皆さん、こんにちは。ナチュラルブランディングアートディレクターの安間翔子です。今日のお昼放送の担当は私でお送りします。よろしくお願いします。ストレス激減おすすめすぎる修正7ツールという内容でお届けしていきたいと思います。皆さんは、えー、とお仕事で、えー、と人にこう修正依頼をする。 時だっったり修正依頼をされるる場合っていううのはあるでしょうか私はデザイナーという仕事柄ですねあの一度納品したデザインだったり、えー、と確認中のデザインに対して、えー、とクライアントさんからフィードバックが入ることがあるんですけども、えー、と結構ですね人によってここ直してくださいっていう指示の出し方がバラバラだったりするんですよね。 えーと例えば、ウェブページをデザイン、お見せしたとして、それを印刷して、赤ペンで修正を入れて、もう一度スキャンして送ってくださる方がいたりとか、あとは、ここの文字のところをこういうふうに修正してくださいっていうのをこう手打ちでね、全部打ってきてくれる方がいたりとか、いろんな方がいらっしゃるんですけども、 なかなかね、そうやって修正の指示を出すっていうのも、なんか骨が裂ける作業なんじゃないかなと思っております。皆さんどうでしょうかそういう場合ありますか早速、もったいぶらないでいきましょうか。今日おすすめするツールは、こちら。よいしょ。これです。 制作物への修正依頼にかかる時間を5分の1に、モンジベータというです、ね、サービスで無料のサービスになります。私、別に回し物でも何でもないんですが、ただファンなので紹介したいという感じです。そうこのなんかもんのサイト自体はこうクリエイターさん向けのサービスとして、えー、とプロモーションしてるんですけど、私としては、ね、この指示を出す方。 の効率化にもめちゃめちゃ役立つなと思っているので、おそらく指示を出すことの方が多い皆さんにとってもなんかいい情報になるんじゃないかなと思って、今日は選ばさせていただきました。早速、どんな感じかちょっと見ていきたいと思うんですけど、メールアドレス登録無料で登録するとログインできるようになります。で、私はでもログインしてあるので、ログインするとこんな画面になっててですね、ウェブサイトの修正依頼をする場合と、 とね、ファイルの修正依頼する場合にパターンあるんですけど、ちょっと言っていこうかな。例えば、これ今、彩りブランディングの、えー、とサイトなんですけれども、例えば、このサイトのちょっとこの辺直してほしいなみたいなところがあったときにですね、このもんじちゃんのウェブサイトの修正依頼っていうところに URL を入れて、 修正を依頼って押すと、もんじちゃんが勝手にサイトのです、ね、情報を読み取って、編集できる、修正指示できる状態に加工してくれるんですよね。でこれ今、これやってますよ、みたいなのが出るので、こう待ち時間もあんまりストレスなく待ってます。ね、こんなんか今何やってるよって教えてくれるのって、こっちになんかね、ストレスがない。ずっとくるくるしてるだけだと、まだ終わんないかなってなっちゃうけど。 こういうふうに見せるってすごいいいデザインだなって思いました。そう、そうすると、もんじちゃんの読み込みが終わると、こんな感じでページがですね、キャプチャされる、キャプチャされます。そう1ページ長いページがずらーっと。で、例えば、そうだな。このロゴを新しいものに差し替えたいです、みたいな。 時どうするかというと、ですねこのエリア選択ってやつを選んで、こうやってやると、ここに修正番号1番っていうのが振られるんですね。で、こっちの右側に修正内容を書き込む欄が自動で作られます。で例えば、ここに新しいロゴに差し掛けてください。で、入れて、さらに新しいロゴって が自分の手元にある場合はここからなんかあったかなこれそうかなこんなふうにですねアップロードすることができるんです。で、 感じでできるあとは、例えば、なんだろう、ここの文字修正してほしいときとかも、ピッてやると、ここに、文字差し替えって入れてから、ね、適当に差し替えたい文字を打ってあげると、寄せ番号にみたいな感じでできていきます。 あとなんか構成記号とか使える方はこういうのも使うとね、あの文字が多いページとかすごいスムーズにできるなって思います。ね、ここで、こうやると、これ開業してくださいっていう構成記号なんですけど、勝手に開業するとか入れてくれるんですよね。取る詰めとかも、うーんと、 例えば、このカッコの中消してほしいと思ったとしたら、これちょっと大きさを変えつつ、こんな感じで、取る爪って4番勝手に出たりするんですよ。すごくないですか、これ。これの何がいいって、やっぱり視覚的にあの同じ情報を 修正指示を出す側とされる側が、視覚的に同じ情報を共有できるっていうのがすごく便利ですね、例えば、ここの、独自家事っていう、独自家事、独自家事っていうのを消してくださいっていうのを、テキストだけで修正指示出したとして、別のところにもそれがあった場合、間違ってそっちを消されちゃう可能性があったりとか、あるじゃないですか。 でそれってなんかどちらが悪いとかってわけでもなくねでもこういうふうに見えているとあここのことねっていうのがあのななんだ長い文章なく一目でわかるっていうのが視覚化するってすごいすごいわって <laughs> 思っております、ね。もんじちゃんのいいところはのウェブページを読み込んで書けるだけではなくですね ファイルってやつにすると JPEG とか g i f とか Ping とか PDF を読み込んでくれてそこに指示を書き込むこともできるんですね、えー、とさっきのす介さんの手帳の時は、えー、と PDF でデザイン確認を私からお送りしてでその PDF をここに読み込んで修正指示を入れてもらっていました、まあね、ちょっと適当な PDF がないので うーんとそうだな。なんか適当な JPEG 画像にしようかな。例えば私がバナーを作ったとして、そのバナーをクライアントさんにこんな感じでどうですかと送ったとします。で、ちょっとでかいな。<laughs> ちょっとでかいんですけど、これさっき私が LP デザイン研究所で配信した内容のバナーなんですけど、例えばちょっとここの これね、要素が少ないからまだいいんだけど。例えば、ここ。なんか、もう少し、かわいいか、ないですか。えあ,あとは、えっ、ー、と、なんだろう。 まあ、さっきと同じような感じで、こうやって指示を書いていけるわけです。で、さらにね、ここに優先順位 S ランクとか A ランクとか、修正指示がいっぱいあった場合、優先的にやってほしいものをこちらから指示することができたりとか、あと期限も設定することができたりするんですよね。で、こうして作った修正指示をどうやって送るかっていうと、 これ、修正依頼を送るっていうのを押すと、なんか入力があった。えー、っと、これいいか。これじゃあ間違ったので消しちゃおう。このバッテンで消すことができます。そうすると、指示と、ここの選んだやつが消えるので、ケ、OK、ー。で、修正依頼を送るボタンをポチッと押すとですね、 この修正以来のページの URL をコピーすることもできるし、あとは、えっ、ー、と、やりとりしている、Gmail とかチャットワークとか、自分が使っているツールがあれば、そこでシェアすることも可能です。私がよくやってもらうのは、この URL をコピーしてもらう。OK。で、そうすると、こんな感じ。 URL を送るとこんな感じのページになっていてで修正する側の人はこう1番 P とか押すと勝手にねどこが1番か移動してくるの今見えました ?1 って押すとほらピコってここですみたいな感じで画面が勝手に動いてくれるのですごい縦長なページでも番号を押していくと勝手に画面がミヨンって動いて修正のところにたどり着いてくれる。 実際の自分のパソコンで修正が終わったら、修正完了っていうのをしていくと、ここにですね、修正されましたよっていう青い色がついて、修正完了みたいな感じでカウントされます。なので、ここにね、多分100とかあっても、98とかだったら、あ、なんか2個修正漏れてるなっていうのがすぐわかるし、いいですよね。で、例えば、 この一番の修正のところ分からなかったので、みたいな感じで、えっ、ー、と、こっちから質問するときもすごい分かりやすく聞くことができたりとかします。で、これで修正終わったら、クライアントさんに、修正終わったので確認お願いしますって投げることができてですね。で、修正依頼した側は、この確認マークというのもあるので、 これで自分も見て、ああ、ちゃんと治ってるなと思ったら、確認完了って押すと、こっちのタスクが完了されるわけでございます。で、これが両方埋まると、無事、確認完了、修正完了ということになります。うんうん。めっちゃ便利じゃないですか、これ。<laughs> そうなんでございます。このもんじちゃん、ぜひぜひ、 がね、こう修正を依頼する機会があったら使ってみてもらえたらいいなと思います。<music>